はい、そしたらモーチット駅の出口から出てきました。で、空港から A1、A2 のバスで、あ、ちょうど今 A2 のバスが来ましたね。なんで空港からのバスがここで止まるっていう感じですね。でちなみに、モーチットはどこだろう。多分この辺で大丈夫だと思うんですけど、なんかモーチットバスターミナルは結構たくさんのバスが行くみたいですね。138っていうバスが来ました。でこれも見たらモーチットバスターミナルって書いてあるので、ちょっとこれに乗ってみようと思います。でこれ窓閉まってるのでエアコンありのバスですかね。ちょっと乗ってみます。モーチモーチ Thank you。 乗れました。座ってれば、料金運賃取りに来るので、後で支払います。はい、今バスチケット買いました。あ、ちょっとぼやけてますけど、15バーツでした。ブカバスで来ました。そしたら大概この辺で建物に入ってすぐこのセブンイレブンの前ぐらいで降ろされるので、ここからですね、ここから中に入っていきます。ずっと店が並んでるんですけど、この道をずっと進んでいけばバスターミナルに着きます。なんかいろいろ店がありますね。時計、スマホ、時計、スマホ、靴屋さん、スピーカー、スマホ、バッグとかシャツ、ここかな。あ、ここですね。さっきのところ道から入ってもうすぐですね、右側に行けばあります。でセブンとかも結構あるので、まあ、バスに乗る前にいろいろ買い物して、あ、こう首に巻くやつとかもありますね。建物に入る前にもこうやってチケットのカウンターがありますね。
でまたセブンです。本当タイはねセブンイレブンがめちゃめちゃあります。これもチェンマイって書いてありますね。 VIP が823バーツ。でこれ A2 って書いてあって、タイ語で右の方に書いてあるのが多分バス会社かな。読めないですね、もちろん。チェンマイ823バーツ、大概そんなもんなんですね。 VIP うらら、大概チェンマイは823バーツって書いてありますね。12番、14番も VIP823 バーツ。チェンマイって言ってくれてるので、あとこれですかね、このこれがガバメントバスっていうんですかね、999バスチケットセンターって書いてあります。でここも VIP823 バーツですね。ここも一緒ですかね。これはインターナショナルバスってなって、チェンマイ、チェンコーン、ルアンプラバーンって書いてあるので、ラオスまで行きますね。どうしよう、どこにしようかな、まあ、どこでもいいんだけど、ここにしようかな。もうこれで予約をしようと思います。チェンマイ Today? Next week, Monday, December 2nd. December 2. Monday, right? Chiang Mai, yeah? Yeah. Chiang Mai. VIP first class? VIP, please. Morning or night? Night class, please.9 o'clock. Yeah. Yellow seat. Okay. How many person? Just one. One. Yeah. A two. A7. Lucky 7. Passport. You need passport.モーチットのバスターミナルから、ローカルバスで BTS の駅に行く方法ですね。中に入ってきて、すごい店がいっぱいあって、でこの途中ですね、右の方に曲がるんですけど、こっちかな、
ずっと洋服屋さんとか靴屋さんとか。パパイヤサラダとかかな。ちょっと外に出てきたんですけど、あ、ありましたね。左側にあの赤バスが見えたのでこっち側だと思います。てかモーチットのバスターミナルに着いて、そこからバンコク市内に向かうときに、まあ、タクシーとかで行けばすぐなんでしょうけど、僕はバスを使いたいので、こんな感じでローカルバスで、行き先も、まあ、英語で表示してあるので分かりやすいと思います。でとりあえず赤バスが安いので赤バスで手っ取り早く BTS のバス停に行くバスを見つけましょうかね。